お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのゴブドリデッキやっていきたいと思います。というわけでですね、ちょっと変わった、ゴブドリデッキというんですか、神器デッキというんですか、陸でめちゃくちゃ攻めるね、陸デッキがね今使われてます。マルチでね、一人だけなんですけど、もう一人のプレイヤーがこのデッキを使って、マルチ一桁ね、言ってました。で、最近本当に見なかったね、方のデッキなんで、生まれたばっかりで、そのプレイヤーしか使ってないというわけで、先ほどちょっと使ったらね、グラチャル12勝もしてと。だから使った感じ結構弱点も少なくてね、こう、雪玉だけなので、言ったら枯渇がきついでしょって話なんですけど、枯渇からしたらきついムートだったり、マジアチャだったりも入ってますので、ここで枯渇はカバーできるよと。で、陸受けとしては、スケもあるんでね、ペッカとか、あとはメガナイト系もね、十分受けれますよと。お、どっか行っちゃった。で、バルーンとかは雪玉あるんでね。で、ドリルもあるので、サイクエリジェとかもね、受けれますよっていうので、結構何でも戦える。やった感じ、空のね、ファイボ型がちょっときつかったなっていう気はしましたね。でも弱点それぐらいだと思うんで、マジ強いと思います。ウルトラちょっと多めなんですけど、使える方はね、ちょっとやってみてください。というわけで行きましょう。さあよろしく。いやマジでね、ほんとマルチで一人だけ使ってる方がいて、多分それ以外の方はね、誰もまだ気づいてません。なんで僕は多分世界で2番目にこのデッキをね使い始めてます。マジでね、なんだろうな、簡単に言うと、もうゴブドリじゃない、ゴーストユーノがぶっ壊れなんですよね。本当にここ最近何なんだろう、もうペッカにもメガナイトにもだし、神器デッキにも何にでもマジでゴーストユーノをガインすんじゃねえよちょっと今疑惑。しかも小芝物の火力上がってるからさ、ちょっと前のね、修正で。今のは痛いな。さあ、これはペッカで受けてくんのか、何で受けてくんのかっていう。さあ、ゴーストからの8枚ペッカーかもしれないっすね。やばいっすね。これはね、結構やりすぎバモスかもしれないっすね。スケ欲しいな。で、エレキ最悪、生贄です。いや、耐えれそうだな。いや、スケがいいっすよね。こういうデッキって、ゴーストユーノとかの、こういうデッキ基本的に、ペッカがいつもきついんですよね。きついんだけど、スケが入ってるからな。そう、基本的にやっぱファイボとか、そういったスペルの枠がスケになってるんですよね。だから呪文が1個しかないんですけど、やっぱスケになった分、回転もちょっと速くなったし、陸気もね、豊富になったんで、今みたいにちょっと攻めすぎやべえ、カウンター来たじゃんっていうのも、スケのおかげでね、なんとかなりますよと。さあ、今回の相手はペッカ工場ですよと。ペッカも結局いけるんですよ。見といてください。で、相手は、ファイボザッパーだと思うのでね。マジアちゃんはもうファイボでいかれるんですよ。だから8枚専用要因ですね。射抜く要因としてやっていきましょう。いや、これ、雪いらんけど、打って損も、当たらんのかい。でも、ゴーストが、そこそこに悪さする。いや、これはね、射抜きます。射抜く必要はぶっちゃけそんなないんですけど、いや、全然なかったなこれ。いらないですね。マジで。射抜く病にかかってるんですよ、僕は。そうなんで。許してください。今のは射抜かない方がいいですね。で、ケツペッカとか、ケツメガナイトとかされたタイミングで、コストが一緒だったらもう逆サイぶっ破すれば多分勝てるんですけど、一緒じゃなかったんで、一旦ここはね、よいしょ。受けからいきます。で、しっかり、ムートとかの間にね、スケルトン挟んであげて、しっかりね、延命してあげると、なんとかなります。いや、でも相手の受けもね、結構いいですね。で、AT エレキも受けなきゃいけない。いや、このゴースト、無視はちょっと痛い気がしたな。ここは無視できますね。で、僕忘れてたんですけど、ゴブドリ持ってましたね。マジで。これ、だんだん右に行け言うの。行かねえか、さすがに。どんどんバグってる、出た。バグ。これは射抜いた方が良かったですね、今の8枚。どっちもいいか。結局、ファイブで行かれるしなーとか思いながら。早くファイブ打ってほしいな。ファイブ打ってくんなきゃ。てか、ポイズンでした。いや、マジさ、最近記憶力がやべえの。俺、ジジイ化してんだよね。いや、でもこの流れ的にもう負けないじゃんって感じじゃね。さあ、ポイズンもね、使ったんで、後ろからいっぱいニット出してあげればね、相手からしたらきちいきちいですよ。いや、雪玉もあるんで、最悪ラムとかのノックバックとかにも使えるんでね。いやー、そのマジアチはね、シャシャってます。はい。からの、もう気づいたらカウンターですよ。さあ、両サイ行ってね。で、ゴーストを裂いたらゴブドリかな。今回の相手だったら。そのゴブドリ、鬼教養から入るタイプね。これはちょっと強要されたんで。いやー、これ右下マジアチで射抜きたかったな。さあ、忘れた頃にね、やってくる防衛ゴブドリです。これ地味に強いかんな。だってゴブリン大量出てくるから、これ突破できないですからね、相手。いや、しかもスケもいて、気づけばフルカウント。このポイズン、負けのポイズンですね。
このポイズンはね、やったらダメなポイズンなんですよね。なぜなら、この後の追加が絶対止まりませぬ。せぬ。せぬよいしょ。オーケー。さあ、というわけで、なんかめっちゃ強そうじゃないですか。めっちゃ強いんですよ。はい。マジで騙されたと思って使ってみてください。マジでね、なんかこのゴブドリがなんか、縁だよね。やっぱこう、さっきみたいなね、ピンチを、まあ、なんとか切り抜けられると。まあ、あとはなんだエレジャイとかジャイとか、まあ、やっぱ施設ねと防衛にギージャンっていうのもゴブドリでね攻めれるし、そのさっきの序盤みたいな立ち回りで僕多分ゴブドリあんま飛ばしてなかったんですけど、結局ゴーストいうのって守れるし攻めれるんですよ。こいつら3コスなくせにね、3コスなくせに何でもできちゃうわけですから、まあ、基本的に一生ゴーストいうので攻めておけばいいんですよね。で、まあ、相手がなんだろう、ドリルの受けっていうんですか、ドリルの受けって言ったら、まあゴーストとかバルキリーとかさ、あまあ範囲系なわけじゃないですか。で、範囲系を使ったらドリルを飛ばせばいいわけなんで、使うまではドリルを飛ばさなくていいんですよね。でも今回は相手がラバなので、まあさすがに飛ばすか、一旦飛ばさなきゃ始まんないですよね。まあエレキとマジアチャしっかり話しておいて頑張っていきたいかな。でさ、陸がね一旦ないっていう時にはしっかり攻めていきましょう。うん、さあこれ射抜きたいですね。インドラで射抜いてしばけたら熱いですからね。あーで、これがねマジできついとこなんですよ。いや、このスキルもったいなかったですね。ちょっとまあでもファイボ使ったらマジ低めエレキ最強です。これこれで止まるんでね。で、逆サイバルに来たらな、マジドリルユキか、まあユキかなんかええ感じにね、これ一旦言うのでリあれあれ咲かせます。陸系ね、陸系咲かせて、さあじゃあ逆サイに陸行こうって。で、エレキ残ってるところを、まあ前になんかね、ムートとか、これつけると熱いよねっていう。よいしょ。これ陸がないんでね。まあ対空で受けてくるんですけど、対空も出しにくいよねっていうエレキいるんでね。さあ、これもうちょっと入れたかったな。いや、この雪微妙か？あー、でもそこそこで入ったんで悪くはないでしょっていう。さあ、まあ今みたいな感じで、まあマジアちゃん絶対でファイブってくるんで、まあ、エレキでもいいんですよ。エレキにファイブザップでも。まあ、どっちかにアップ打ってきたら絶対どっちか残るんでっていうのを繰り返していきたいですね、僕は。うん。さあ、まあ、低めエレキぐらいでちょっと延命していきたい。で、マジアチャこれね、被って出しちゃうとファイブで美味しくいかれちゃうんで、それだけちょっと気をつけてね。いや、ここちょっとむずいっすよね。で、まあ、僕がこれめんどくさいのが、このバルンですね。さあ、まあ、これはね、耐えれそうに見えて耐えれないんでね、一回捨てます。まあこのユニット追加はちょっとうまいですね、相手の。まあ許容というなら無視ですね。で、その代わりここでしっかり攻めてあげなきゃね、ちょっと怖くなるんでね。で、陸をしっかり把握しながら、空も把握しながらやっていかないと、ちょっと怖くなってきますね。まあもう無理やりにでもダメージちょっと稼いでいきたいんでね。さあ、陸サイター。これもうゴリゴリに行った方がいいですね。墓石立て線しかないんで。なんか攻めたもん勝ちみたいなもんすね。さあ、ユキも打って。いや、マジゴリゴリいきます。やりすぎやろぐらいがちょうどいいですね。うん。やりすぎでマジトントン。で、あとは全部マジアチ回収ですね。真ん中バルーンはエリキと、なんか適当に守ります。大体マジこれ、一生リーク出さないといけないんでね。さあ、で、おい！今言うのがないよっていうので、まあ、ラバルのファイブはね、多分一番きついぐらいですね。まあなんですけど、まあゴリゴリに攻めるっていうのがまあ大事になってくるかな。攻めれば攻めるほど、まあ相手はやっぱり陸がないんで、その分防衛でコスト使ってくれて、そのままマジアチエレキで回収ですよっていう感じかな。そうなぞ、よろしく。いや、ガチ子さんプレイヤーですよ。なんならもう僕と同じね、世代のね、なんかこう、大会嵐のみたいなね、呼ばれてたね。マジアナザーはツケラーを使うんですけど、メガラムかな、なんか使ってた気がすんな。フレンドいてなんか見たんすよね、前。多分メガラムな気がします。はい。いや、マジでね、そのテンゴッド、焼き鳥、まあ僕ローラーとかがまあ結構同じ世代というか、なんだろうな、大会とかでよく当たってた、まあほんと同じ世代っていうのかだったんですよね。まあ懐かしいっすね。まあ最近の人だったらちょっとわかんないかもしれないんですけど、マジでね、スキャラバカうまかったっすね。さあ、今はメガラムに浮気してますね。いや、インド来たな。まあ、インドだけどメガラムっぽいっすよね。まあ、メガナイト来たらムートル受けてあげましょうって感じかな。おー、ポイズンですね。さあ、まあ、エレキがあるんでね、このインド受けれるのはそこそこに悪くないと。で、ゴーストとメガナイトいたんで、
まあゴースト咲いたらゴブドリー飛ばすぐらいか。あー、これ8枚目がないときたらちょっと嫌っすね。まあでもこれはムートで、ムートが壊れてくれればいいんだよね、ぶっちゃけ。ムートが壊れてくれればこれ施設になってくれて、でゴーストの範囲でええ感じにねやりながら、しっかり言うのだね、あの相手のダッシュは。あれ、俺のスケがどっか行っちゃった、なんでだ、あれ、そんなことある。俺ユーノの受けに今スケ出したんだけど、なんかラムのやつかな、なんか秒で切ったっすね。さあ、まあメガラムでもインドになってんな、圧着インドだからな、ちょっと珍しいんだよな。こっちユキでムート残してえな。いや残んねえか、残んねえならユキダはもったいないですね。エレスピの枠がインドになったのかな。まあで回転ちょっと遅いんで、まあケツメガナイドとかワンチャン来てくれたら逆サイブッパで狙いたいですね。結構ね、攻め攻めでもいいかもしれないね。さあサイド変えていきます。でもポイズンだったんで、ね、またそれも。さあちょっとダメージ稼いでいきます。うん、でまあポイズンだったら周り低め力最強ですね。さあ、いやいいですね。からの自然とカウンターがねならない。あれ、まあまあ左サイド受けてるんで僕は右サイ狙っていきたいですね。うん、いやダメージ入る。これ雪からのエレキとかかな、スケでもいいや。雪玉のノックバックちょっとだけ圧着に強いんでね。うん、まあダメージちょっとずつ追い上げてきましたね。いやあれは優の追加してもあんま意味ない気がしたな。さあ来るメガネ咲いてきたんでドリル、これ両サイ受けるメガネ、あれなんだ、まあ、なんか出して、さあええ感じにね、ええ感じに受けていこうぜって。さあこれ自然と両サイカウンターですね。なんかねやっぱスケがいる分がめちゃくちゃいいんだよね、結局スケが、ね、いい味出してる。さあしかも圧着位を殴っていく。さあダメージ追い上げですね。これまあ勇気ノックバックすれば多分なんとかなります。うん、まあワンチャン目がないとそろそろ来てもおかしくないけど、さあこれまあ8枚目が来るんで行っちゃいます。逆にね、俺が行くっていう、それ相手対応しなきゃいけないんでね。だまあポイズンだったんだな。ポイズンだったから俺がもうこれイモれば負けないっすね多分。いやでもいいやっちゃくいだな。さあ雪でちょっと時間稼ぎしながら右サイドダメージ受けていいっすね。最悪僕1000までいってるんで、まあこっからの負け筋はマジでメガナイトをぶっぱされて事故るぐらいか。しっかり控えめに行こう、控えめに。イモレ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 。さあ負け筋マジ攻めることなんで、この時防衛そこそこに硬いですからね。よいしょ。さあでしっかりポイズン打ったらポイズン入らないのとこにユニット出してね、右サイド下行く強できるんで。いやーこれ来たっすね。ラスト芋って1500でしょ、なんなら最後の最後どんなパターンでも削れるし、降りても芋れるんで、ね、よし降りで芋って間に合うよな。オッケーオッケーオッケー。さあなんなら最後ちょっと射抜いてあげてね。ピュッ入らん、角度悪かったっすね。さあグッドゲームと。いやこれライトニングだったらちょっと怖かったかもしれないですね。はい、まだまあポイズンだったのと、まあなんかやっぱ両サイ振ってね、まあ防衛はね後半ちょっと良かったですね。いやでもねこの懐かしき友と言いますかね、一緒にこう一世代をねこう築き上げてきたね、マジ子さん友達とね試合できるのはちょっと楽しいですね。最近ちょっとこうあんまなかったのでちょっとなんかいいっすね。さあよろしく。あーこの人ね前も動画内だったな、ゴブドリ族ですね。はい、多分俺の記憶ではゴブドリ、あ違うごめんなさい、エレスピ、まあ、メガラムぐらいし、おやば、ちょっと待って待って、俺のこのちょっと手札が、おなんかバグってるバグってる。さあゴブドリですね、公開ってもエレスピだな。まあファイスピで流行ってたやつの、多分ファイスピ顔されたっしょ、エレスピしちゃおうっていうやつですね。
さあこれは、まあ、ゴーストってユキとかゴーストエリキで受けてマジゴブドリを攻めで使うのが大事っすね。相手は圧着のデッキなんですけどゴブドリの受けが多分ないんですよね。クエイクデリウッドとかだと思うんで、まああとはマジアチャも絶対クエイクウッドとかデリとか使ってくれるんで、まあケツから出し毒みたいなところあるっすね。マジゴースト雪でバカ守れますよこれ。びっくりするぐらい。よいしょ。さあ弾いてもらってからのっすね。これもう両サイ攻めです。でゴーストの方にまあスケかなんかデリかわかんないけど来るんすけど、ユーノで壊したい。いやーいやユーノ走る。いやあっちー、これ圧着言われたのでかすぎる。さあいやーまあこんな感じでとりあえずなんかユーノ追加しとけばなんとかなります。でまあ今来たらスケ歴秒で落とします。ガチ早いっすよ。いや今日の俺ね、まあ記憶力はマジジジイなんですけど動きはねマジでプロ。さあまあ、ロイク警戒して、マジ、雪あれば何でも止まるんだね、ぶっちゃけ。で、まあ、相手クエイクなんで、右サイドのマジックアーチャー絶対ダメっすね。クエイク削りされちゃうんで。マジアーチャー出すなら左サイド。で、ムートはクエイク打たれても結構残るんで。まあ、相手がね、まあ、逆サイ攻めてきてもおかしくはないけど、みたいな。で、またドリルは飛ばしとくかな。で、一旦スキル使ってくれる。いやー着に抜いてもいいけど。さあまあアチャックじゃないマジアチャの使い方がちょっとむずいですね。基本的に右サイドは、まあ、クエイク削りされるんでクエイク打たれてもいいユニット一生流して、だからこうすると逆に飛ばしてくんのか、もう一体どうしてくんだろうな。相手マジ同サイドに持ってくるっすね。も俺も右攻めたいんでね。うん、さあユキも打っちゃおう。いや入らねえか。さあ高めムート、いやユキ打ったらロイフちょっと怖いんですけどね。いやこの高めムートもあっちいな。いやまあクエイク削りっすね。相手が俺に勝つプランはそれしかないんで、がロイフぶっ刺すかなんですけど、ただぶっ刺せないっすね。もうめっちゃいいアチェクイ、これやばいっすよ。一生交えちゃ射程でいじめる。いや、言うの？なんかすごいことになってんな。いや、ワンチャン走れそう。さあ、これを繰り返していけば、絶対相手の攻め通んないんでね。さあ、ダブルで落として、多分なんなら気づいたらね、これ左もちょっとダメージ入ってくるんで狙っていきます。まあ、デリー落としたいよね、とかいろいろね。さあ、このゴブドリの受けがないです、相手は。で、透明化ちゃっちゃ使わせたいのと、まあ、処理できたらラッキーで。うい。いや、いいね。まあこれはさ、相性がいいのかな多分。ゴースト雪玉あると、これ来るっすね。来そうな香りしてる。いや、来ないんかーい。からの、スケも使ったんで、一旦逆に言うの飛ばすだけでも出そう。攻め雪しても熱いんですけどね。なんかここまで来ると、ぶっちゃけ僕攻めなくていいんですよね。もうあとなんか芋って、なんか適当にユニットポンポン出しとけば、多分これだけで負けないんだよね。よいしょ、さあ。いや、マジでこれ強え。で、しっかりスケで延命してあげてね。でも、もう絶対こっちでいいんですよね。まあ、逆サイのぐらい暇だったらしてもいいんですけどね。これでだって絶対一発入るって。壊れ。でもここ最近ゴブドリちょっとね、また増えてきたのかな、なんか。強いっすね。なんかわからんけど強いっすね。さあ、圧着に透明になっているときはノックバックしてくださいっていう。いやー、これうざいっすよ。デリー落としたいけど、みたいな。デリーも落としたいし、ムート2体はあんまないぞ。いや、でもそのクエクッドうまいっすね。さあ、ユキ打って、ユーノも走って。ああ、いや、でもめっちゃいい降り。おい。やっぱ止まんないんですよねっていう。で、この圧着移動服、マジ環境めっちゃ強いんですけど、その圧着移動服にも結構余裕で勝てるっていうので、マジ強いんですよ。これ。はい、というわけで今日はこの、まあ、ウルトラちょっと多めのゴブドリ使ったんですけど、まあ、最近なかったワンスペル、しかも雪玉だけっていう、ちょっと特殊なね、まあ、組み合わせなんですけど、マジで強いと思うんで、ちょっと皆さんも使ってみてください。よければチャンネル、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またねー。